本当ならこの取材もビール飲みながら受けたいんだけどね、今年1月にステージ4の下咽頭がんが発覚した三重春さん、57は、そう言いながらアイスティーを片手に3時間半、病気の一部始終を鮮明にお話ししてくれた、ステージ4の咽頭がんは5年生存率が50%以下と言われ、末期がんに分類される。咽頭がんが発覚した三重春さん、57は、 そう言いながらアイスティーを片手に3時間半病気の一部始終を鮮明にお話ししてくれたステージ4の咽頭がんは5年生存率が50%以下と言われ末期がんに分類される写真闘病中に書き始めた日記には当時の驚きや苦しみがびっしりと発覚した同月末自身が MC を務める競馬番組で公表し3回の入隊員を経て初期治療を終え現在は経過観察をしながら番組にも復帰している この日々が、相馬灯に出てくる、んじゃなくて、相馬灯のように過ぎていった、感覚かなと語る、怒涛のように過ぎ去った約3ヶ月の闘病生活のお話。取材は5月末に行った。検査をしたら先生の顔色が変わり、これはうちではちょっと。今日は、同じご病気で悩まれてる方や三重春さんのファンに読んでいただくために、事細かにお伺いしてもいいでしょうか。 はる全然大丈夫ですよ。隠すくらいなら公表してないし、インスタグラムにがんのいきさつを載せてたけど、そこに載せてないもっと大変なこともありましたから。ありがとうございます。まず、今年1月27日に、競馬予想テレビ。で公表されましたが、実際はいつ、どんなタイミングで発覚したか。